はい、こちらです。今回は武道における精神性について、よくなんか一般の人とかが空手とか習ったら礼儀正しくなるとか、まあ、精神的に優れた人間になるから入れたいっていう、まあ、親御さんも多いと思うんですけど、そういうことについて、実際のところどうなのかについて話していこうと思います。で、どう思いますか？そう言ってちょっと俺のね、いつも喋ってる擦り込みが入っちゃうかもしれないので、そうですね、シンプルな自分の意見としてすごい話して、武道というか空手が精神的にどうか、そう、精神的に優れたものになるかどうかとか、まあ、合気道も含めて、武道全体、柔道も含めて。でも、まあ、自分は気持ちは強くなったのかなって気はしますけど、気持ち強くなるっていうのは、どうですか、精神性が優れた、いや、優れたって言われたら、優れてるって言われたら、分かんないですよね。優れてるって言ったら難しいですまあ何を持ってね、精神的に優れてるかっていうのもありまして、はいはい、そこがまあ難しいところです。また礼儀正しくっていうのは別になんか武道だからとかっていう意味もよくあるんですけど、別に何でも礼儀正しく教えれば礼儀正しくなると思うし、まあ最低限ね、社会のルールとしてなんか挨拶するとかさ、はいはい、そういうのはどこでも学べると思うし、はいはい、まあ やるべきだと思うんでね、はい、なんでかっていうと、別に挨拶するのが正しいとか正しくないとかって話じゃなくて、一般的にそう思われてるから、やった方がやらないよりは印象が良くなるっていうだけの話、周りの人から見てる、そうそう、周りの人がそう思ってるからって、はいはいはい、だから時代とか環境変わればまた違うかもしれない。あ、とりあえず日本で今の現状ではそういう風な印象になっちゃうからっていう話、はい、そういう意味では別に空手はそのあれとしては別に悪くないかなっていう、悪くないっていうか、別にどこだろうとそういう教育をすべきだと思って、塾だろうとさ、はい、別にねって思うけど、もっとなんかそういうことじゃなくて、その礼儀正しさとかじゃなくて、根底 その精神性の高さ、はいはい、例えば東洋のそういう武道とかって、はい、西洋の人たちから見たらあんまりその精神性にこうフォーカスしないスポーツが多いらしい、はいはい、ボクサーとかもそうじゃん、ボクサーでなんか道徳みたいな聞いたことないじゃん。そうですね、そう、だからそこはなんか日本人は特にそういうところを重視する民族らしくて、それに憧れて外国から武道を習いに来る人がたくさんいるんで、はい、実際に、はい、まあ、武神館もそうだろうし、そういうのもだろうし、まあ、だから合気道とか弓道とか、まあ、そういう系の人たちはそういうのを求めてくる人もいるんで、実は、はい、そう、だからその精神性が高くなるっていうのはどう、本当にそうなると思ういや結局その人次第になっちゃうから、どう考えてどう空手をやるかみたいな感じになっちゃう気がしますよ。だけどそこに例えば先生って技術的な介入だけじゃなくてさ、はい、だからその精神的なところでも指導していくじゃん、はいはい、こういうふうに考えるべきだみたいな、はい、だから指導者によるっていう言い方もできるよ。あ、まあそうですね、指導者が売られた喧嘩は絶対買えって言ったらさ、はい、そういう生徒になりそうじゃない、はい、それは別に子供とかじゃなくて大人でもそうなっちゃう気がする。そうですね、その指導者にもよると思うし、だから空手どうのこうのじゃなくて、その人によるっていうかね、ところがあるでしょ、教育者にもよるし、その個人個人にもよるし、目的にもよるし、よる、まあ、それにもよると思うんだけど、あとはまあ精神性が実際そう高くなっていくのか、その武道をやることによって、はい、その技術を磨くことによって、はい、っていうのはどう？いや難しいですね。武道をやることをイコール精神性が高くなるかと言われればそういう感じもしないですね。まあね、実際ね、柔道でね、なんかセクハラして捕まるやつとか、はいはい、空手で暴力で捕まるやつがいるしね、はい、そうですね、そこに関連性はあると思うんですよ。若干の関連性あると思う。難しいですね。いや、ないんじゃないですか本当はないと思う、はい、俺はね、あると思うんだけど、だけどそれはその技術を磨くことが本当にできてかできてないかっていうところにもよるんだけど、はいはい、そのまあ実際にこう喧嘩強いっていうのと技術が優れてるっていうのは似て決まるものっていうか、っていうところがあるじゃん、はい、実際さ、はいはい、だって
体の使い方が完璧だから剣が強いかって言ったら、はい、全然そんなことないから、はい、それ以外のいろんな要素も加わらなきゃいけないし、はい、それこそメンタルとかね、心の弱さがすごくまあ弱い人だったら喧嘩が実際にめっちゃ体の使い方がなくてもやられるし、はい、っていうのもあるだろうから、まあ、いろんな要素が加わって喧嘩が強いってことになるだろうから、そこは一概には言えないんだけど、その技術を磨いていくと、そのまあ強くなろうとして、まあ、メンタルもそうだけど磨いていこうとすると、結局 それを磨くことによる副産物があるってことで、あ、こういうものなんだっていう、はい、例えばそのなんですね、そもそも相手とぶつからないようにした方が良くないって思い始めたりとか、どうやったら相手と調和取れるかとか、うん、仲良くなれるかとか、はい、こう憎まれないで試合を終わらせることができるかとか、うん、まあ、いろんなこと考えると、なんかそれっていろんなことでも活かせるし、もしかしたら他の分野でも同じようなことにこう追求していくと至っていくのかなって、はいはい、まあ、PR だろうが何だろうが、まあ、至っていくのかなっていうところも思うんだよね、はい、でそれって例えば人間関係においてもそうじゃん、人間関係でも武道においても同じく言えることって絶対あると思う、はいはい、武道でこうしなきゃいけないことは人間関係でもこうしなきゃいけないと思うし、そうすることによって人間関係がより良好になるみたいなのはあると思うんだよね。それって結局幸せって何かっていうところにも出てくるんだよね。幸せに生きるためにはっていう、はい、だから多分武道と宗教って相性がいいんだよね。宗教の目的ももともとはだってどうやったら幸せに生きれるだろうかっていうところから始まってるはずだから、はいはい、そうだからそれは武道の目的の一つというかでもあると思うんだよね、うん、だからまあ合気道とかでもその精神性すごく重視してるから宗教と結びつき強かったりもするわけだと思うんだよね。だから、まあ、技術をしっかり磨いていけばその精神性は俺は高くなると思うんで、ね、精神性というか幸せに近づくというか、あ、そうと思うし、はい、そうだね、まあその精神性がじゃあ一般人に通用する精神性かといったらまた違う可能性もある。あ、一般の人がだって思ってる常識とかが本当に正しいかどうかっていう話も出てくるからさ、はい、一般の人が赤だって思い込んでたものでも実は青だったりする可能性あるから、うん、まあ、信号だってそうじゃん、はい、信号機だってね、みんな青信号って言ってくれば緑じゃんってやるからね、そうですね、そうそう確かにだから一般人が思い込んでる間違いみたいなのが絶対あるから、うん、精神性を磨いていけば必ずしもそのみんなとこう同じ考えになるとかぶつからなくなるとか、はい、否定されなくなるっていうことは絶対ないと思う。むしろずれていく可能性すらあるかもしれない。あ、そう、すごい普通の人がおかしいみたいな。例えば姿勢とかもそうなんだけど、まあ、姿勢が良かったらそもそも重心が低くなったりとか、はい、押されても押されづらくなったりとか、はい、まあ、いろいろそういうのをこう感じながら俺らは姿勢を磨いていくわけなんだけど、それって一般人の人が例えば、歩行のプロみたいな人たちが姿勢めちゃくちゃ姿勢いいって言われてる、まあ、歩行のプロみたいな人見ても俺らからしたら別によくなくねって思っちゃう。あ、そうだから、うん、そういうのもあるんだからね。あ、多分俺は自分の姿勢の方が正しいと思ってるんだけど、その歩行のプロよりも、はい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 、ちょっと押したら倒れるような姿勢で、はい、姿勢正しいって言われてもなって思うんだけど、はい、そうけど一般人からしたらそっちの姿勢がいいのかもしれないし、あ、だからどうなんだろうね、精神性が高くなったらいいかどうかもなんか怪しいところよ正直ね。そうっすね一般的にはずれ一般的とはずれちゃうから可能性がある、ね、変な人に思われる可能性があるから。あ、そうです。だからまあ精神的なところで武道を習うメリットって言ったら、そのいいかどうかは分かんないけど、まあ喧嘩強くなればいじめられることなくなるっていうのもでかいかもしれない。ああ、そもそもね、いじめられないようなやつはね、いじめられるようなやつはね、長く続かないと思う。あ、うちの道場でもね、結構ちょくちょく入ってくるんで、そのいじめられてるから、はい、その強くなりたいですっていう人もいたんだけど、はい、で続かないんだよ、そもそもそういう人は。そうなんですね。そう。だからね、その結局は変えるっていうのは難しい。そもそも変えようって自分と思えてる人はいじめられないし、ね。難しいと思うけどね、うん、精神性を求めて武道するのは間違っていないと思うけど、
その結果より良い方向に進むかどうかはだから自分次第だし道場次第だしみたいな、うん、っていうところがあるかなと思いました。ちょっとまとまってないけどこんな感じで終わります。ありがとうございました。